日本橋郵便局は日本の東京都中央区にある郵便局。民営化前の分類では周廃普通郵便局であった。住所、郵便番号103-8799東京都、中央区日本橋1-18-1郵便発祥の地府当局は明治4年3月1日に近代郵便制度が始まった際。 駅停止と郵便役所が設置された地、一にあり、郵便発祥の地を記念する石碑と名お及び日本近代郵便の父として知られる、前島密かのブロンズ製胸像が設置されている。なお、石碑と前島の胸像は一体化した形で、南西側通用口横に、名板は北側利用者入り口の壁にある。また、 1985年に刷新された当局の風景院には郵便発祥の地位渋みが図案として取り入れられた。江戸幕府の魚類御用屋敷2をほとんど改修することなく転用し続けていた。最初の3年近くは郵便事業向けに作られたわけでもなく、ひどくて狭で建付けも悪いおんぼろ屋敷での作業を強いられていたが、当局は1873年12月になって、 ようやく駅定了庁者の大規模改築に着手し、アクル1874年の4月30日に完成を見た。新庁舎は、木造川ラブキシック石上げ2階建ての技用風、建築で、ファブルブランド薄来製の壁掛け時計を掲げた、時計等の時報も真新しく、バルコニーのある白く美麗な建築物であったことから、文明開化のシンボルとして注目を集め、西木絵や、 浮世絵名所絵に数多く描かれたり、夜にライトアップされるなどして、東京名所の一つに数えられるまでになった。かかる、新庁舎を描いた絵画としては、三代目、歌川広重の絵画へ、東京絵画名所四日市郵便役所、三などがある。しかし、1888年2月、東京府民や旅行者に愛された、名建築は火事によって消失し、 わずか14年で姿を消してしまった。そうして実物は失われてしまったものの、人気を背景に多くの絵師が盛んに描き止めたことは、この建築物にとって幸運で消失することが存在そのものを忘却の彼方へ押しやるきっかけになってしまうことの多いよう習いに、反して忘れられることなく、日本国における近代郵便事業の黎明を象徴する記念碑的存在として、または、 文明開化の機運を表現できる時代的アイコンとして様々に取り上げられる機会の多いものとなっている。郵便事業に関わる切手が発行される際、何度もデザインに取り入れられてきたのも、それがゆえんである。明治時代、編集大正時代、編集昭和時代、編集平成時代、編集現在、当局で使用されている風景印は、 日本橋と郵便発祥の地石踏みを図案化したもので、1985年6月5日から使用されている。過去の風景印としては、今柱中の上に座って、東京支所を持つ獅子像4を強調した日本橋をメインに据えながら、上空間を走る首都高速道路を放射線のように書き込んだものがあり、 1964年8月1日から1985年6月4日まで使用されていた。ありがとうございます。